どうも、こんばんは、ヤヌムです。今回は東京グールリインボーク新しいガシャとしてハロウィンパーティー派遣ガシャが登場しています。やっと来たかということでですね、こういうのを俺はね待ってたんですよ。インボークオリジナルの、季節もの、復刻じゃなくてね、夏とか、この前のハロウィンとか、ちょっとね危ないかなと思ったんで、ハロウィンもグルカルのイラストのやつを使い回してやってたから、ハロウィン飛ばされるのかなと思ったんだけど、なんとかね、実装されています。派遣なんですけど、戦闘では使えない派遣専用のキャラクターなんですけどね、確かね夏休みの水着が、グルカル時代のイラストを使い回された派遣のみだったよな、ちょっと記憶が曖昧なんです。そうだったんで、実質去年のクリスマス以来、大体1年前のクリスマスの時に、実装された戦闘キャラのアキラと誰かな、ごめん忘れちゃったんだけど、それ以来の、オリジナルになるのかな。はい、ということでですね、やっていきましょう。キャラの詳細見ていこう。佐々木愛生のハロウィンナイト、詳細よ、あれですね、コスト 10% かと 5% かな、 5% と、こいつはコスト専用で連携が 10% カットで、アキラですね、これすごいな、なんかアキラさん結構あれだよね、イベントごとに出てくるよね。これがレア獲得率アップが 20% で、多分後ろが5ですね。で、アリマ、これもレア獲得率を 20% アップ。新情報獲得率アップはあれかな、10増とかなのかな。じゃああれ、これじゃないあれ、これ3体だけ、多分後ろのやつもね SSR だと思うんですけどですね、派遣ピックアップ SSR が6体いるやつなんですが、詳細が明かされてんのはハイセとアキラとアリマになってますね。なんでなんだろうか。メールの方を見れば あるのかもしれないんですけど、10連を2回するとですね、派遣ピックアップが1体確定ということなんで、とりあえずここまで回したいと思います。確定枠までね、ということでいきますが、個人的には、全部欲しい、本当に全部欲しいんだけど、重蔵とハイセと木島いや木島おい似合ってるな、こっちの方がいいんじゃないかとりあえずハイセ、重蔵、木島あたりがめちゃくちゃ欲しいですね、性能抜きにして。というわけでいきましょう。10連目いやー、季節物好きなんでね、だっておっと、だってさ、ソシャゲだけじゃないですか、こういうのが見れるのは貴重なんですよやっぱり。渋いぞということでね。じゃあ、確定枠いきましょう。1体ハロウィン衣装のキャラが確定ですね。ハイセ、十蔵、木島のどれか来てほしいけど、せい。派遣キャラもね、だんだん揃ってきて、占領戦でだいぶね活躍してくれてるんで、共鳴剤とかも最近かなり落ちてるんですけど、さあ、捜査官か、捜査官ってことはあれじゃん、欲しいやつ3体どれか来るんじゃねえか。お、来るよな、当たり前だよな。十蔵、十蔵か、ハイセか、明らかい、そこで明らかい。いいや、レア獲得率アップかなり大事なんで、共鳴剤の乱獲もの少しでもね、役に立ってくれればと思います。はい、ということで今回はハロウィンパーティーの派遣ガシャを確定枠まで引いてみた、20連なんですけども、派遣の確定枠まで引いてみたという動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。